はい、どうも、お茶です。今日はね、貝を使ってランクマをやっていこうと思います。対戦拒否されたー、来たー、やってくれた。はい、ということで、やっと対戦相手が見つかりました。よかったー。ということで、相手ジョニーか。頑張ろう頑張ろう。僕もともと23段だったんですけどね、洗礼浴びて落とされましたわ。開幕ね、コイン部屋なんだけど、しばらい。あ、ラッキー。まあ、レベルミスファイナー入ったよ。オッケー。うわー、そうなんですよね。このゲーム投げが最強だから。受け身取れるし。受け身取れたー。多分椿だから。ほら。ダメなの？マジか。カイの勝利弱すぎん？よし。あー、これは。まあ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 、オッケーオッケー。俺、キャラによってさ、なんか、離れ具合違う気がするんだけど、スタンの。乗せ。オッケー。オッケー。これは？あー。最強連携。連携通過。ディッパなし。これね、着地際スタンディッパーとかマジで強いと思いますね、このキャラ。開幕コイン来そうだから飛ぶ。ダメなんだ、ガードになるんだ。知らんかったわ。回だとどうやって開幕コイン勝つんだろうね。飛ぶかな。あー、バレる。いや、バレ。あー、レベル2になる。まあ、レベル3じゃないならまだ OK。 もういかにレベル1の状態でダメージ取るかゲームだからな、これ。まあ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 、レベルこれ何レベルなる？あー、2レベルなった。あ、投げれねえ。いってー。おかい。お、あー、マジか。あー、最強。やっぱね、ガトからの椿はね、まあまあ投げれたりしますけど、おもむろな椿はマジで投げれませんね。うわー、出た。ロッケー。これ上半身無敵やるっぽいですね。ジアネス使ってましたからね。オッケー。これどうしよう。やった。オッケー。これにキキャン使ってくれるのありがてえ。ちょ、マジで。暴れつぶし。ああ、ここで使う。あー、もったいね。オッケー。レベル上がんなきゃオッケー。うわー、つながってねー。これ重なってないよね。あー、ラッキー。さあ、こっから。まあ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 。ほっ、オッケー。届け。届かなかった。ディアンスだったかなー。わかんなかった。ジャンピー、ジャンピー、ジャネスとかだったかな。わかんなかった。このキャラ、クラゲからコンボできるんだね、一応。なんか怪しかったけど。多分、ジョニーだからできたのかな。フライ判定デブいから、こいつ。あー、いって。けど、まあレベル上がんなきゃ OK。本当にレベルさえ上がんなきゃ、多分立ち回りはね、相手結構きついと思うんだよね。レベル上がった瞬間も、やばいから。火を吹き始めるから。結構暴れますね。6杯の後暴れるか。俺の泣きそう。オッケー。あはは、マジかよ。まあ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 、まだまだ大丈夫。どうする？キアンが怖い。OK。 これね、受け身狩りすぐ下段みたいな、超強い。受け身狩りすぐ下段、おかしいな。
受け身すぐ下段か。こう、まあ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 、これね、投げこすってるのかな。6杯見てやってんだったら投げ潰し効かないけど、投げこすってるんであれば投げ潰ししたいね。金 S 仕込み投げしてるっぽいっすね。オッケー、カウンター美味しい。バクセか。うわー、でもこれ潜るんじゃね説、無理か。エルクだったら多分潜れてたと思う。ほい、いやこれワンチャンこれ仕入れたかな。出ないし、うん、死ぬ。マジか、勝ってた。これこういう自分のミスで負けるのが一番本当に嫌になる。勝ってましたからね。美味しい、気持ち切り替えよう。いや暴れますね。にしても5K強すぎんか。5フレ伊達じゃないの、やっぱ。よしよし、いや怖い、マジ危機ある時のジョニー怖すぎ。暴れる。無理なー、マジで言ってる、悲しすぎん。わー、ミスったな。オッケーいや危なかった危なかった。はい、ということで今日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。